で最近、まあ、あのアメリカで一番有名な日本人というのはですね、近藤麻理恵さんというね、こんまりさんという、まあ、ことで、まあ、あの家の片付けの名人なんですよね。でその人の本を、まあ、あのいろいろ読みましてね、あのネットフリックスとか、ね、もう読んで、あのおっしゃられたことはね、あの人生を生きていくとね、どん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 物が増えていく、ね、この今の大量生産の時代、大量消費の時代だからね。そして家の中いっぱいになってね、あの身動きが取れなくなってしまう。何が価値あるか何が価値がないか分からなくなってしまう、ね、価値あるものが埋もれてしまうわけでたくさんだからね。でそういう時にですね、あのこんまりさんはね、一度全てのものをね、あの、まあ、あの捨ててしまうんだと、ね、そしてですね、この外に置いてですね、固めて、そしてその中からですね、このどうしてもすることのできない価値あるものだけをですね、この選んでね、で他のものも全部捨ててね、その価値あるものだけで、まあ言ったらあの再出発するというね。そしたら、まあただこう人生をですね、どのようにまあ生きていったらいいかね、あの何を自分は大切にしているのか、何が価値あるのかということね、分かってくるというね。でそういうことを、まあ、あの取り組んで、まあアメリカですごい、まあ言ったらこのね、人気のある、まあ、あの人になってるわけなんですけども、まあ、本当に私も、まあ、ちょっとそれに教えられてね、家の農機具倉庫あの片付けて、まあ、図書室にしたり、農地を整理したりとかですね、まあまあ、いろんなことをね、まあ、取り組んでるわけですけど、本当に、まあ、あのそうだなというかね、あの何かをですね、あの捨てることができないと価値あるものをね、見出すことができないというね、そういうことを、まあ、おっしゃられますね。それが、まあ、3章のですね、まあ、8節ね、8節、3章の8節から、まあ、12節ね、まあ、今日はフィリピ書広い読みですけども、3章の8節からですね、ね、私はですね、このキリストイエスを知っていることの素晴らしさのすべてを損と思っていますね。でパウロはですね、あのそれまでガマリエル門下でですね、まあ、あのイスラエルで言えば、またあの東大で学んでるようなね、そういう、まあ、いたらこのエリートだったわけですよね。でそういう中で彼は素晴らしい立場を持っておったわけですけどもですね、あのイエス様に出会ってですね、このクリスチャンを迫害して滅亡させようとしてね、その追いかけている途中でキリストに出会ってですね、この人生変わってしまったね。そしてそれまで自分に価値あった全てのものをね、こう失ってね、そしてそのゴミのようにね、それをこう捨ててしまったというね。そしてまあこのどう言いますか、で彼はユダヤ人たちのですね、ユダヤ教徒から裏切り者としてね、指名手配されて何度も殺されそうになりながらですね、この地中海中にですね、このキリスト教を伝えてですね、最初120人ほどのメンバーでしたけども、ね、それがですね、あの2世紀3世紀にはローマ帝国の前で国の宗教にまでなってしまうぐらいね、国をひっくり返したそういう、まあ、人でした。キリスト教はペストのようだと言われたんですね、今のコロナウイルスでもですね、本当に前いたら迫害して迫害して聖書を焼いて、競技場でクリスチャンをですね、このライオンの餌にしてですね、このいろいろですね、こうあの迫害したけどもですね、ついにあのローマ帝国がキリスト教を支配したんじゃなしにね、キリスト教がローマ帝国をね、この宗教になってしまったというね、本当に、まあ、このパウロがですね、全てを捨てて、ね、そしてあのキリストを、その本質を求めて、ね、生きてね、その復活の力を知り、ね、この苦難にもめげずにですね、この生き抜いたというね、そしてそのように自分が捉えられているんだというね、まあ、そういう、まあ、生き様を、まあ、いたら生き抜いたゆえですね。でだから本当に私たちはあのいろんな、まあ、いたらあの環境でですね、この平安を見出そうとしますけどもですね、そうではなしですね、このそういう環境のですね、さまざまな変化の、また迫害というかね、苦難というか、そういうただ中でですね、このキリストを追い求め続けるというね、キリストのこの命とね、そして復活の力ね、この復活の力は死の力に対するですね、この蘇りの力ですよね。
だから本当に私たちはですね、そういう人生いうのはですね、本当にある面でですね、喜びもありますけどもですね、大小の苦難の、ね、連続ですよね。そういう中でですね、このそういうこの復活の力をね、追い求めてね、キリストと共に生きていくというね。で4章ではですね、この6節にですね、何も思い煩わないで、ね、感謝を持って祈りと願いを捧げ、ね、願い事を神にしていただきなさいとね。まあ、本当に、まあ、私たちは人生の岐路に立つときにですね、ものすごく思い煩いが出てくると思います、ね、私も、まあ、大学卒業してね、まあ、しばらくここの引き原ダムのところにあった円形校舎の、ね、引き原小学校に、まあ、臨時教師として勤めたんですよね。私は、まあ、学校の先生になることが夢だったし、歴史の、まあ、教師になってね、バイブルクラス、聖書研究会の顧問ぐらいになってね、人生を送ろうかなとクリスチャンとして思ってたんですね。しかし、まあ、その勤めている時にですね、まあ、算数や国語や社会や音楽や体育やいろいろ全科目を教えますからね、教えてるうちにね、いや自分の人生と時間の、ね、大半をこういうことに使ってていいのかなというね、悩みがものすごく出てきまして、ね、そして悩んだんですね。どうすべきか、ね、聖書学校の、まあ、1年を休学し、途中で休学して小学校を勤めてましたからね、それで、まあ、悩んで、振り子のようにね、自分の、まあ、経済的な幸せ考えたらね、小学校の先生です。ずっといた方がいいとある時は思うしね、次の日にはですね、今度いや全てを捨ててもね、やっぱりこうね、聖書のね、そういう働きをね、するのが自分に合ってるんじゃないかと、ね、揺れて揺れて何ヶ月も揺れてですね、そしてこの最終的に全てをね、捧げる、まあ、決意をしたわけですね。まあ、本当に、まあ、どう言いますか、自分の私たちのね、祈りと願い事をね、神様にこうね、まあ、告白してね、生きるというね。私の毎日の生活はそうですね、本当に、まあ、ものすごく、まあ、忙しいのでね、翻訳もし、それから進学校でも教え、執筆もし、論文も書きですね、本当にさらに、まあ、ずっとそのための研究活動もやってますのでね、まあ、本当に、まあ、いくら時間があっても足りないというね、でも本当に自分がこういうね、24時間365日こういうことができるように生きれるようになったのはね、捨てる技術を身につけたからだなと思いますね。いろんなポストやね、いろいろサラリーを求めてどっかに勤めてたらね、そちらに、まあ、サラリーの対価と時間を提供しないといけない、ね、しかし私は、まあ、本当にこう捨てて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 の、まあ、人生の、まあ、選択でしたから、本当にどう言いますか、毎朝毎晩ですね、毎朝神様今日一日ね、どうぞ導いてくださいね、短く祈って、そしてその日なすべきいくつかのことをね、集中してやって、でその中のいくつかできたら寝る前に、神様今日一日こういうふうにできたら感謝しますと寝るわけですね。本当に、まあ、どう言いますか、この思い煩いをですね、どう言いますか、このからこの解放されるというかね、そのただ中でこの神様のですね、全ての理解を超えた平安をね、私たちがこう持つということがね、ものすごく大事だから、あまりこう先々のことまでね、いろいろこう思い悩んでですね、心配するよりもですね、本当に一日の労苦はね、一日にしてたらりとね、その日に置いてたれりと言われるようにね、その日一日一日を祈りと願いを持ってね、神様に祈って、そしてそれを感謝してね、過ごすということがね、まあ、ものすごく、まあ、大切と思いますね。最後にですね、4章の12節ですね、まあ、18節を19節みたいなわけですけども、まあ、12節ではですね、
私は貧しくあることも知っており、富むことも知っていますと、ね、そして、まあ、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますね、これに書いてある。でパウロはこの時ですね、あのローマ帝国のですね、首都 のローマの牢獄にいたわけなんですね。でしかしこのその牢獄の中でですね、このパウロは最も素晴らしい手紙を書いた、宝石のようなね。で私たちは本当にですね、あの必ずしもですね、あの苦しい時ね、辛い時ね、そういうまあいたらこの牢獄の中に、環境の中に置かれる時がね、最悪ではない、ね、私たちはあのその境遇の中でですね、キス共に生きることによって、ね、キスの臨在の中に、ね、いることによってね、私たちはこのその境遇に対処できるというね、その秘訣をあの私たちはあらゆるこの状況の中に置かれてね、それをこの学び続けるのが、まあ、人生の目的と言ってもいいぐらいね、この大切なことだと思いますね。エジプトのヨセフはこのエジプトの牢獄に放り込まれました、ね、バビロン捕囚でダニエルはですね、このライオンのですね穴に放り込まれました、ね、でパウロは牢獄、ね、この人たちのヨハネもですねパトモス通りね抑留されたね。しかしそこで素晴らしいヨハネの黙示録の手紙を書いたんですね。だから本当に困難な環境の中でね、この素晴らしい働きができるね。ろうそくはですね、最も闇の深いところで最も美しく輝くわけですよね。だから本当にですね、あのたっくんを含め私たち一人一人もそうですけども、自分の置かれた環境の中でね、闇深ければね、深いほど光がね強く放たれるいうことをね知ってね、この歩んでいきたいと思うんですね。そしてまあ18、19ですけども、全てのものを受けて満ち溢れていますとね、神様はご自分の豊かさに従ってね、あなた方の必要を全て満たしてくださいますね。私たちはいろんな経済的な不安とか将来に対する不安とかね、いつもまあ年金が十分なんだろうかとかね、いろいろ考えて心配して生きてるわけなんですけども、しかしですね、本当にですね、私たちはやはりあの神様信じてね、神様が全ての必要を満たしてくださるとね。で一応の体もですね、40年間食べるしてる時、この靴は擦り切れず服も擦り切れなかったと書いてあるんですね。まあ本当にまああの、まあ、今世界でもいろんなところでね、このシリアでも戦争があり、また難民があふれね、いろんなこと、しかし本当にまあ、あの辛いね、時代に生きておりますけれどもね、そういう人たちのまあ生活から比べたらね、私は どれだけ満ち溢れているかね、わからないぐらい、人生の可能性にもね、しかし本当に何かこう、いつも私たちはあの乏しさを意識してしまう、ね、しかし私たちはあの阪神大震災のようにね、このあるいは東日本大震災のようなねことがいつ私たちの周りで起こるかもしれないけれどもね、しかしあのどんな苦難が訪れてもですね、私たちはその生きることはキリストね、死ぬことは生きですというね、そういう価値観を持ってね生きていくときにね、本当にあのものすごくこの自己充足に満ち溢れたね人生が送れるし、神様の豊かさに従ってね、この私たちの必要全てをね満たしてくださるね、神様をね、まあ、経験できるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そういうことを、まあ、あの考えながら、あのまあ、タグ君の、なんて言いますか、送り出す言葉というかね、してこのフィリピ書をね、まあ、送りたいと思うんですね。それでは、お祈りの時を待ちましょう。ひとみさん、お願いします。